よろしくお願いします。朝日新聞の佐藤と申します。7月19日が誕生日ということで、もうすぐ21歳になられると思います。20歳の1年間振り返ってどんな印象をお持ちでしょうか。また20歳になられた時に、お酒の話題が、質問で出たんですけれども、お酒は、お飲みになられましたでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、そうですね、そうです、直近の、そうです、1年を、振り返ると、そうですね、やっぱり順位戦、1年間戦って、それで名人、なんとか名人戦にやっぱり出ることができて、獲得することができたというのは、やっぱり自分にとってもそこすごく大きなことだったかなというふうに感じています。それ以外でも本当に、大舞台での対局を、多く重ねることができて、そうです、その中でなんとかうまくいったところと、やっぱりそうでないところ、こういろいろあったのかなというふうに、思っています。ただ、そうです、お酒は、飲めるようにはなったんですけど、普段は、ほとんど飲んでいなくて、これまで平均すると、1ヶ月に1回ぐらいかなという、感じです。関連ですみません、1ヶ月に1回と教えてくださったんですが、どんな場面が多かったんでしょうか。そうですね、でも、外で飲むことは ほぼなくって、飲む時も家で少しという、感じです。すみません、もう一つだけ、何か飲まれるお酒の種類があれば教えていただけますでしょうか。申し訳ありません、よろしくお願いいたします。そうですね、家ですと、梅酒の炭酸割りを飲むことが、多いです。やっぱり、なんというか、甘いので、飲みやすいという理由で。ありがとうございます。